どうも、こんにちは、こんばんは、レイです。今回は埼玉県慶市の結婚相談室というね、自治体がやっている相談所みたいなところで、まあ、この間登録してきまして、で一件申し込んで、まあ、見事にねぶっ飛ばされたわけですけども、で今回も第2日曜日と第4土曜日が、土日っていうのは空いてるのは、そこしか、1ヶ月のうち2回しか空いてませんので、今日が第4土曜日ということで行ってまいりまして、まあ、一件ね、申し込んできました。で、その前に、寺の婚活、寺がやってる婚活みたいなのがあって、そこの事務局の方行きまして、まあ、町のね、企業、普通の企業、一般企業の社長がなんか世話焼きで、その事務局を運営してるみたいなんですけども、そこへも登録一応してきました。ただね、田舎の方の町なので、埼玉県の T 町の方なんで、意外とそういう田舎穴場かなと思ったら、多分逆にやばいです。男の方がいっぱいいすぎて、女性の方が少ない。で、今回のその寺の婚活パーティーも、女性の方が十数人しかいなくて、男の方が申し込んだの、申し込み来たのが50人ということで、50人。で、またこれはね、男の方が多分抽選になってくるのかなというところで、まあ、応募者が非常に多いと、その社長もなんか言ってましたね。で、やっぱり年齢の高い男性が結構多いということで、なかなかそういった方がやっぱり年下の初婚の方を狙ったりとかっていうこともやってるみたいですね。まあ自分はね、そういうことはないので、別に子供も望んでないんで、年齢ある程度ね、40代の、まあ、後半までは OK に今してありますので。で、川越のね、その相談所の話に戻るんだけど、まあ先ほど行ってきて、まあ2回、閲覧っていう形でね、実際行ってきて、まあ、ほとんどのファイルは一応見まして、1日3人までピックアップして、1名だけをその本指名っていう形でね、選べるんで、で、そこの相談所の方が電話を1人にかけて、それがイエスかノーかって決まると、お見合いの日にちが決まるという形になります。で、前回ね、初めて行って、まあ、初めて申し込んで、まあ、ぶっ飛ばされたわけですけれども、今回も、40代半ばのね、45歳の女性の方に申し込んできまして、かなり、写真で見る限りでは、もう全然、30代ぐらいに見える方なんで、なんで逆に売れ残ってんのかなっていうところがね、非常に、まあ、怖い部分がありまして。まあ、そんなこともね、言ってられないので。で、それを利用して、まあ、何をね、伝えたいかというと、ちょっと話がね、うまくまとめられなくて申し訳ないんですけども、その、利用して、そういうところでもはっきり分かったのが、まあ、女性が望む年齢ね、男性に対して望む年齢。そこは一番婚活パーティーと違っていいところは、その、女性のプロフィールのファイルに、必ず希望男性、相手のね、希望男性の年齢が書いてますんで、で、年いった方は別にその40代、50代ぐらいでもいいらしいんですけども、やはり微妙な年代のアラフォーの女性たちに関しては、制限がかなりあります。で、意外とその若い方、平成元年生まれ以降の方ですね。まあもう元年だと30歳ぐらいになってくるんですけども、まあ20代の方もやっぱり制限は多く、もちろんね、制限多くて、で、逆に、年下を望んでたりします。プラスマイナス3歳とかね。で、30代の前、半ば以下の方は、やっぱり同じ30代を望むと。で、30半ば以上ですね。いわゆる、まず、アラフォーですね。40代半ば以下の方は、逆にその、年齢がある程度、厳しくなってますね。例えば同じ自分の年か
もしくはその下プラスマイナス5歳っていうね。だから36歳だったら41歳まで。で、下は31歳っていうところで、あまりプラスマイナス10歳まで OK っていう設定をしてる人は事実上少ないです。だからここで婚活している男性の皆さんに参考にしていただきたいのは、実際に今リアルで、まだそこの埼玉県の軽視ではありますけれども、まあただ他県のね、あ、他県じゃねえ、あ、まあいるか、東京もいるし、軽視以外の地区のね、埼玉の方もいらっしゃるんで、皆さんがやはり実際書いてる希望年齢っていうのは、広がってもプラスマイナス5歳。で、唯一、なんだろうな、1割型プラスマイナス10歳っていう方もいます。まあ一番多いのは、プラスマイナス5歳ですけども、まあ現実的にはプラスマイナス3歳とかね、っていう方が多いのかなと。で、今日、ピックアップした女性は、希望年齢は一応40代っていう方と、まあ年近い方っていう方と、もう一名がその、まあ、48歳ぐらいまでと書いてあったんで、まあ、ちょっとギリギリ近いところだったので、やはり希望の年齢が書いてある方っていうのは、1歳でも若い人、自分と同じぐらいの年齢の人の方がいい傾向にありますんで、例えば、50歳までって書いてあったとしても、50歳の人を申し込めるんですが、現実相手の方は、同時に48歳の方とか49歳の方、47歳の方とか来てたら、この50歳の方よりも多分まず最初の年齢で見た時にはここを選ぶのかなとね、こちらをね。だその50歳の方がすごいスペックがね、いいパフォーマンスを発揮してれば、もちろん大丈夫なんでしょうけども、まあ大体婚活してる人だってどんぐりの性比べみたいなね、もんなんで、でそうなるとやっぱり1歳でも若い、男の人の方が女性は望むというところですね。まあそれがね、現実なのかなと。でやはりだから42歳まで40歳までとか区切ってる方がいますので、もうだから40半ばから上の男性はなかなかその申し込み自体ができないというね、現実の壁が実際に起きております。自分がだから実際に足を運んで、これは体験した話ですんで、まあ結婚相談所で言われてるね、何人か動画上げられてますけれども、その方はお客さんのもちろん話をしてはいるんですけれども、まあそれはそれで、なんだろう、根拠がある話になると思うんですが、自分は実際にその足を運んで体験したまま着色なしで、お伝えしてますんで、よりリアルな動画になっておりますんで、まあそこのところを皆さん、ちょっと参考にしていただけたらと思います。逆に言えば20代の男性、30代の男性ね、35以上になってくるとちょっとまた厳しくなってくるんですが、35以下の男性だったらもうね、どこ行っても有利です。大丈夫です。仕事さえしっかりしてれば、よほど、まあ、容姿がね、ちょっと老けてたりとか、いまいちだったりするっていうけど、おしゃれしてね、ちゃんと写真撮ったりすれば大丈夫なんで、若い方には非常に、有利な活動の場所かと思います。パーティーよりも安いですし、料金かかりませんからね。うん。で、逆に言えばその女性がターゲットとしてる年齢を知らせてくれてるわけなんで、プロフィールに。だから選びやすいというところはあります。まあ、あんまりね、来られて、もう、混んじゃって大変なんで、まあ、気になった方は一回そういうところへ、自治体の結婚相談室、利用してみるといいと思います。それでは、この辺で、ごきげんよう。